ミーチュ交換は近代日本において農家と酒造家との間で行われた物々交換の監修。1898年の自家用酒税法廃止後、酒の密造や地作り寺院の監修防止のために推奨されたが、日中戦争で米の生産統制が行われ、酒の流通が配給制に移行していく過程で1940年に廃止された。 2018年、地域で栽培された米で醸す地酒の原点として、京都府京丹後市の民間団体、丹後酒猟によって、酒米ファンドとして復活した。農家が生産した米を、酒造家に提供し、酒造家が作る酒と交換する、ミーチュ交換という慣習は、近代日本の自家用酒税法の廃止によって生まれた。廃礼紙あるいは、作り込みとも称し、地方によって方法に、 多少の違いはあったが、大概は農家が酒造の時期に玄米を提供し、必要に応じて石数に相当する生酒を受け散った。農家は生酒を受け取る際に酒税に相当する金額と多少の手数料として現金を支払った。この現金は稀に米で買えられることもあった。交換が行われていた当時は、町村役場が必ず両者の仲介を行い、 農家から酒造家への交換米の提供や契約者や数量や期日などを記した契約書が取り交わされた。一般に農家から酒造家への米の受け渡しは本格的に酒造りが始まる12月を期限とし、年明け以降の交換申し込みは禁止されていた。農家は玄米一国あたり木酒一国を受け取ることができ、米を渡した後、好きな時に 酒造家の店舗で酒を受け取ることができた。受け取りが5月以降になる場合は、一定の割増料金を支払って火入れ酒を受け取り、原則9月末日まで交換酒をすべて受け取るものとした。この期限は、種類行政事務が10月から9月を一酒造年度と定めていたことによるもので、10月から11月の間に酒の引き渡しを受ける場合は、 交換種は一酒造年度を超えた古種に限り、一定の割増資金が必要となった。ミーチ交換種に対する酒税は、交換前を提供した農民が負担した。農家は酒を受けるときに石数に応じた酒税を、酒造家に払い、酒造家はこれを税務署に納税した。ミーチ交換は、もともと自由であった農家の自家用酒造が、酒税法の導入によって厳しく制限されていた。 明治時代から昭和時代初期の酒税法の変遷によって誕生し、流星し、廃止されたものである。酒税増税の背景には、1904から1905年の日露戦争の戦費を調達する目的があったとされる。庶民が酒を作り、自分で飲むことは、日本全国に古くから存在した慣習の一つであった。多くは濁り酒で、 特に寒さの厳しく長い東北地方では盛んに行われた。日本で自家用種が規制されるようになったのは1880年製造量を一国以下に制限したのに始まり、1882年には自家用種に免許観察制度を導入して販売が禁止された。1886年には製種の自家醸造は全面禁止となり、日清戦争を経て、 1896年に自家用酒税法が制定されると、自家醸造は濁種、白酒、焼酎に限った上で、軽減税率で課税されることとなり、また、直接国税を10円以上納税する、資産家は自家醸造を全面禁止とする措置が取られた。自家用酒税法による規制は、もともと自家醸造を認めたのは、貧しい農民のためという建前があったにもかかわらず、 実際に濁り酒を製造していたのは、農民の中でも富裕層だったことから、自家醸造の全面禁止につながる批判を避けるべく、醸造維持派が妥協した結果であった。しかし、1898年には、自家用酒税法も廃止され、自家醸造は全面的に禁止された。もともと地作り寺院が盛んだった東北地方などでは、自家用酒税法廃止後も、 自分で酒を作るものが絶えず、これが密造とされた。税務署は、農民の地づくり寺院の監修を強制し、密造行為を防止することを狙いとして、密地交換を奨励した。密地交換では、総王の酒税を負担するだけで、農民は余剰自家生産米を提供する代わりに酒を容易に入手できるという魅力があったため、明治期以降も東北地方を中心に広く行われた。 しかし、1937年に日中戦争が勃発すると、戦時統制によって、酒造米や酒にも生産統制や流通統制が敷かれ、農民も酒造家も自由に交換できる米と酒を失った。これによりミーチュ交換は、1940年を最後に廃止された。同年3月には、作り石税や倉出税を合わせて課す酒税法が制定されている。 生酒、米人、ミーチュ交換により集められた米で醸造される。京都府京丹後市の民間団体、丹後狩猟では78年前に廃止されたミーチュ交換を相互扶助の取り組みと捉え直し、2018年から新たに酒米ファンドを立ち上げ、生酒、米人を醸造している。高齢化や後継者不足が課題とされる地元米農家を応援する意図で、 単語酒両代表を務める松江屋の橋本幸則が企画し、5年前から半前での酒造りを行っていた大宮町の白杉酒造が協力し、実現した。農家から秋に提供された米を用いて、冬に日本酒を醸造し、絞りたて室化制限酒を米代として農家に返す、仕組みで現代版ミーチュ交換と位置づけられている。初年度である2018年秋は、 地元農家を中心に、京都府内30個から、コシヒカリの玄米 1200kg が集まり、1.8リットルの一生瓶840本分の日本酒を醸造した。玄米 1200kg は、酒造りのタンク1基分に相当する。農家が提供した玄米 30kg に対し、一生瓶2本と四合瓶1本の原酒を返す。一般の酒愛好からも参加できるように、 現金による投資コースも設ける。投資は一口五千円で一人二口までとし、この分の米は共産農家から買い上げ、投資家には絞りたて室火成、原酒四合瓶三本の酒が渡された。木酒とヒーレ酒の二種類があり、農家や出資者らに配当した後の残りは販売された。米人には、 商品ラベルに米を提供した農家や出資者の名が、スペースのある限り先着順で記される。年に一度自分が生産した米のお酒を飲んで笑顔になってほしいとの企画者の願いが込められている。ありがとうございます。